ようこそお話の世界へ。こんにちは、朗読家の伊藤正勝、正勝さんです。今回は無庵、名庵の懈怠なお掃除をお届けいたします。無庵、名庵の懈怠なお掃除。そろそろ掃除せなあかんな。無庵は掃除機、名庵はハンカチ巻いて片付けや。掃除機は便利やなあ。えらいこっちゃ、無やん。靴下、靴下。掃除機ってすごい力やな。すっこーん、吸い込まれてしもたわ。どないしょう、めやん。中見てみようか。出てきたで、むやん。いや、ほこりだらけや。むやん、めやんもほこりだらけやっちゅうに。風呂に入ろうか。ゆっくり浸かってたら息が苦しなってきた。空気入れ替えんとあかんわ。明暗が窓を開けた途端、ピュー、ものすごい風やったな、めやん。あのほこり、どこ行ったんやろう。明暗は不思議そう。そんなん気にせんとき。無暗はあっけらかん。
掃除したらほんまスッとしたわ。いかがでしたでしょう。めやめやみたいなお掃除やったら楽やのに。それは飽きませんよ。ではまた次回お会いしましょう。